ムノハナの咲夜姫という神じゃ。人の住む土地を治めているだけに死なない神。それがわらわなのじゃな。ちょっとしたきっかけでとある男の世話になることになった。その男はなんとも不運な男で、いつもいつも不幸なことに巻き込まれていてね。わらわはその男を天罰から助けるために人間の世界で人として暮らすことになった。だってどうなることやら、ま、せいぜい楽しませてもらうとするかな。ゆずソフト最新作天真爛漫、2009年春発売じゃ。この度わらわのキャラクターソングが CD となって発売されることになった。精一杯歌ってみたので、ぜひ聴いてみてくれ。さらにこの CD には歌だけでなく、他のヒロインたちと繰り広げるミニドラマも収録してある。魅力のいっぱい詰まったお得な CD なのじゃが、わらわだけでなく他の連中の CD も発売されるらしい。詳しいことは今すぐゆずソフトのホームページで確認するとよい。宇野花の咲夜姫キャラクターソング、チャージオブソウル、2月6日発売じゃ。よろしく頼むぞ。